各隊員の体内に注入されたナノマシンのネットワークで仲間の五感を感じることができるまるで自分の感覚のようにそして痛みも制御できるこれもシステムのおかげかソップシステムのおかげでチームが文字通り一心同体となっている約1名協調性のない者も,もいるけど どう英雄の時代は終わったのかもね俺は英雄じゃないこれまでもこれからも変わらないわねスネークでもその体じゃ大丈夫なのこのスーツはマッスルスーツも兼ねている まだ動けるリケットのキャンプはこの先よ地図にマークしておくああ秋葉一人の死体はチームの命取りになる すみません大将 <laughs> <laughs> じゃああっ オタゴンリキッドの居場所がわかったああ、確認したよ。そこから北に行ったところだ。スネック、メリルは変わったね。頼もしくなった。ああどこまでシステムのせいかわからんがな。本来なら、訓練や経験を重ねて初めて得られる感覚を簡単に体得している。どうやらシステム管理科の兵士に経験はいらんらしい、い数年前に流行った。 VR 訓練で得た経験さえもなあ,あ PMC 需要の拡大はより安価で優秀な兵士の安定供給を実現させたみたいだおかげで少年兵の問題もより表面化してきたナノマシンは ASD や PTSD も抑制できるのかどうだろう多少の心理制御は可能じゃないかなそうかさっきの兵士秋葉はパニックってたぞ技術的には 兵士の人格的特性を最適化できるはずだ。あの大男もまるで痛みを感じていないようだった。経験や精神力をナノマシーンで表層的に補っているんだ。だが、兵士にとってそれだけでは不十分なはずだ。時代は変わったんだよ、スネーク。メリルのようにね。はあ、スネーク、PMC のキャンプに急ごうメリルの情報によれば、そこにリキッドもいるはずだ。